と8分でご案内いたします。宮崎駅から福田観光駅までの高さは1600メートルで、標高差およそ500メートル、途中118メートルのトンネルと巨大に巨木の中を走る天下に富んだケーブルカーです。乗車定員は106名です。運転速度毎秒 3.5 メートル、時速 12.5 メートルでございます。福島は日本百名山に始まっており、西の富士、東の福島と並びに立たれ、優雅な福島は、何か常年その色彩を変え、地方とも呼ばれております。予定の2つの家からなる福島は、標高877メートルですが、関東一円、どこからでも美しい山の空が、福島県には、およそ800種の植物があると言われており、学術的にも注目されている植物の宝庫です。
終点つくば山頂駅に到着いたします。お手回り品のお忘れ物、落とし物などございませんようご注意ください。降り口は進行方向を向かいまして左側となります。お足元段差がございますので十分にご注意ください。本日はつくば山ケーブルカーをご利用いただきまして誠にありがとうございました。お忘れ物のございませんようお察しください。降り口は進行方向左側となっております。本日は筑波山ケーブルカーをご利用くださいましてありがとうございました。はい、その人ありがとうございました。ドアが開きます、ご注意ください。